孫文との娘、宮川富子宇月香織は、中華民国の政治家である孫文の妻。1898年、神奈川県横浜市の中華街で、孫文と初めて面会し、1901年に孫文は、織の父に、求婚の申し込みを行ったが、この時には、拒否されている。その1年後、孫文は香織に直接求婚、両名の婚姻が成立した。 カオルは、キート商人の大月金次の娘で、一家は1898年の横浜大火で、焼け出されて、知人の家境を、恩日の江新の横浜山下町の家の2階に一時、避難した際に、1階に住んでいた孫文と知り合った。恩日の江新は、孫文と同郷の貿易省で、孫文を支援し、ボディーガードも務めた人物。 孫文とカオルは1902年に婚約したが、1903年以降は孫文が外国に出かけたまま連絡が途絶えがちになった。1905年に孫文が再来日し、8月に浅間神社で式を挙げ、子供を見もった。1906年5月、二人の間に娘が生まれたが、富子誕生の前に孫文は中国に帰国し、カオルとは離婚。 孫文からの送金も途絶え、父、金次の仕事も、不況で、カオルは、横浜の劇場のチケットもぎりをして、家計を助けた。娘の富子は、戸籍上は、金次の四条として届け出され、1911年に、横浜市内の魚業商人の宮川梅吉家の、幼女となり、宝石助行を経て、酒業に従事する男性を婿に取った。孫文は、 名前はわからないが、日本に娘がいるなどと友人に話していたという。娘を手放した後、カオルは二度再婚した。一人目の夫となった栃木県足利市の東光寺、住職、実方元心との間に二次を設けた。富子は1955年に自分が孫文の子であることを知り、母親の再婚先である東光寺を訪ね、カオルと面会した。 カオルは1970年に死去、去年82、2008年、富子の息子である宮川東一は、日本に残された、孫文の娘と、孫を発表している、慶応義塾大学准教授の宮川翔子は彦、ありがとうございます。